終点。右方向が県道701号、左方向は県道70号神奈川県道701号対3肌の線は神奈川県伊勢原市大線から肌の市寺山を結ぶ 4.9km の県道である。伊勢原市大線の霞橋から山間部に入り、NTT などの無線中継所のある浅間山の尾根を越え浅間山尾根、肌の市寺山に至る。 秦野市川では、丹沢山海の東部幹線ルートとして、また新東名高速道路の工事車両の進入路として利用されることを想定し、終点から720メートルの整備計画を進めている。終点付近を除けばほとんど舗装されていないばかりか、乗用車が通れるだけの幅もない。そのため現在では通行する人はほとんどないが、歴史を振り返れば、 江戸時代以来の由緒ある大三道の一つである。昭和初期までは馬による荷物輸送も行われていたと記録されている。剣道指定を受けた王子を考えれば、決して整備の遅れた道ではなかったのである。ありがとうございます。